陽介くんのここだけの話第6回目です。始まります。今回も素敵なゲストの方に来ていただきました。保育士ロケッタの小梅先生ですね、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにある保育士ロケッタ小梅さんですね、はい、でこれ私が撮った写真なんですけどめっちゃ気に入っててこれ植松電機さんですね、はい、植松電機さんに行かれて、その資格というかロケット後でもまた出てきますけど打ち上げる時にいる資格を取られたお二人なんですね。はい、そうです、はい、小梅先生とさやか先生ですね、はい、お二人で保育士でいらっしゃる。そうです、二人とも、はい、二人ともですね。で2人で行かれてこの、やるぞっていう感じになってらっしゃるところですね。はい、次何でしたっけ。次これで植松さんのところに行かれて撮られた、はい、ということですね。そうです。でなんで撮りに行こうと思われたんですか。撮りに行こうと、今はその2人で活動してるんですけど、はい、さやか先生と2人でしてて、はい、出会いは一昨年に、うん、幼稚園で働いてたんですけど、はい、幼稚園の研修会みたいなのに植松さんが来られてあって、はいはい、それで思いは招くっていう講演会をもう一番前で聞いて、はいはい、すごいもうどうせ無理っていうのをだったらこうしてみたらっていう言葉に変えるだけで変わるよっていうのにもう共感と感動して、はいはい、私たちももともとなんかこう親子向けにイベントができたらいいなっていうのをずっと言ってたので、はい、もうこれをしたいみたいな、はいはいはい、この資格を取りに行くぞって言って、はい、すぐもう行動に移して取りに行って、すごいですね、はい、行きました。すごいですね。なんかこうこれも作られたでしょ。あ、そうです。この日のためにこの絵も自分たちで描いて、うん、はいはい、これは私が描いたんですけど、はい、描いてさやか先生の、うん、いとこの方に全部絵にしてくださってデザインをT シャツにして、うん、植松さんにちょっとサインを書いてもらおうって言って、はい、おー、はいはいはい、着ていきました。やる気満々で。思うは招くってやつですね。はい、いいですね、はい、いや私も欲しいもん、この T シャツもうないから。作りましょうか、うん、作りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。そっか、で行ってみてどうでした。取られて資格を取ってですね、うん、まずその松隈先生にも多分ここでお会いしたので、すごいこう同じ思いを持って活動されてある方がこんなにいっぱいいるんだなっていうのに、はい、はい、びっくりしましたし。本当ですか、よかった。松隈先生じゃなくて植松さんにも直接お会いして、うん、なんかやっぱ一個一個の言葉が響くというか。あ、そうですよね、うん、なのですごい人としても尊敬できるなって思うし、はい、その活動のなんかこうちゃんとした思いみたいなのを聞けて、うんうん、私たちもこう子どもたちのために何かできることをやっていきたいなって改めて思うきっかけになりました。ね、はい、この講習会ってその技術的なことももちろん教えてくれるんですけど、うん、何のためにロケット教室するのかとか、うん、そういうその思いが伝わってきますもんね、すごく。はい、そうですね、本当に植松さんってもう誰に対してもこう丁寧だし、ね、思いを聞いてくれるし本当にいいですよね。はい、私は実はね、ここに行かなくてよかった。その去年、その前の年にもう撮っているので、撮ってて行かなくてよかったんですけど、また知り合いで、この人も面白い人ですけど、入江さんという、入江パパっていう方が撮りに行かれたので私はその保護者としてついて行ったっていう、そう、見守り役としてね、はい、昨日もロケット飛ばしたんですけど、はい、入江さん来てくださって。あ、本当ですか。はい、お手伝いに来てくださって、めちゃくちゃ協力してくださってるので、本当出会えてよかったな。ねえ、あの方も素敵ですよね。はい、でかい車で来てました。来てました。来てました。またやりましょう。はい、はい、じゃあ次はどんな感じ。あ、これが撮られた方々ですよね。はい、ここにいらっしゃるのは小梅さん。そうです。だいたい毎回これぐらいの人数、ね。20名ですね。あ、だから。この頃なんかすぐ一瞬でいっぱいになっちゃうって。そうです。話って大丈夫ですかね、多分。大丈夫です。私たち多分20名から外れちゃった。あ、そうだった。そうそうなんです、うん、20名しか入れないんですよね、うんうんうん、でもどうしてもその去年の8月に取りに行ったんですけど、うん、行きたくて、はい、もう植松電機の、メアド、うん、5カ所に私たちの思いをドワーッと書いて、うん、送って、うんうん、もう来てください、
来て大丈夫ですよっていうのを送ってもらって、はい、うん、来てもらっていくことが うん、その話もすごいなと思って何でもこう乗り越えていく感じが素敵ですよね。行動したらもう何かできるんだなっていうのを、うん、その時にもなんか思ったなって まさにまさに思うは招くですよね。はい、ありがとうございます。あ、ここに入江さん映ってますけど、ね、入江パパもいますね。はい、はい、次は何でしたっけ。あ、それではそのロケット教室をされる時の何かこう思い、うん、教えていただけますか。また同じ写真ですけど、そうですね、子供たちの自信と可能性を奪われない社会の実現っていうので、うん、多分上松さんもされてあると思うんですけど、うん、私もたちも同じ気持ちでやってて、まあ、でもやっぱりこう子供たちもそうなんですけど、大人の私たちからやっぱこう諦めずにこう何かこう取り組むことだったりとか、うん、夢を持つことの大切さだったりっていうのを、はい、うん、やっぱこのイベントロケット教室っていうのを通してこう伝えていけたらいいなって思いますし、うん、そうですね、はい、なんかこう何ですかね、こう分からないことだったりとかを恥ずかしいって思うと思うんですけど、はいはいはい、それを恥ずかしいって思わなくていいよ、分からなければ聞けばいいんだよっていうのを、このイベントを通して体感して伝えれたらいいなって。あ、本当ですね、はい、素晴らしいですよね。あの本当おっしゃる通り、あの、まあ、小梅先生はどちらかというと幼稚園児さんが中心で、うんうん、私は大学生に教えたりとかしてるんですけど、もう本当に年代とか世代とか大人とか子どもとか全然関係なく、うん、もうそのいや分からないことは分からないって言っていいんだよとか、あの、ね、そういう感じで、ね、生きられると多分もっともっと優しい社会ができる、うん、そうですね、うん、そういう社会になってほしいなっては思いますよね、うん、まあ、上松さんはじめは周りにいる、あ、ここあのさっきの写真に出てきた方々、多分そういう思いが強い人たちなんだろうなって本当は思いますもんね、うん、思いますね、はいはいはい、次何だったっけ。あ、それでその思いを胸に、あ、そうです、ロケット教室ですね、はいはいはい、1月はちょっとあの、うん、不備もあってちょっとリハーサルみたいな形になってしまって、うん、2月25日、うん、昨日なんですけど、うん、に初めて第1回目を開催して8機飛ばすことができて、あ、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。失敗することなく、うんうん、皆さんこうしっくり楽しく作ってくれて、はい、全部打ち上げることができたのでよかったなって思って、次回は3月の24日、うん、3月24日日曜日ですね、はい、10時、日曜日です、うん、10時から。あ、場所はどこですか。で、地元の久留米でしたいっていう思いを持ってやってるので、うん、地元の久留米の高良内にあるふれあい2000っていう場所でさせてもらってます、うん、高良内小学校の隣の施設になるんですけど、うん、はい、そこでさせてもらってます、はい、対象が年長さんから小学6年生までを対象にしてるんですけど、はい、大人の方も大歓迎で大丈夫です、はい、大丈夫だそうです、はいはい、でメールにて受付をしておりますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。ぜひお申し込みお願いします。じゃあ25日のとことをもうちょっとだけ聞かせてもらいたいんですけど、どんな感じでした、はい、あのちっちゃい子もいらっしゃった、年長さんから年長さん、うん、小学2年生、3年生が多かったです。あ、本当ですか。じゃあ割とこうちっちゃいお子さんが、うん、そうですそうです、うんうん、でもやっぱりみんなこう真剣に、うんうん、その上松さんの話をまず聞いて、あの作業に移るというかロケットを作って打ち上げるっていうのをするんですけど、うんうんうん、上松さんの話も本当にしっかり聞いてくださってて、でもやっぱお母さんたちもなんかしっかり聞いてくれてるのもすごい嬉しくて、うん、そうですよね、うん、あの私もロケット教室をしてた時に子供たちが食い入るようにじーっと見てるんですよね、うん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 、あの普通飽きてどっか行っちゃうと思うんですけど、あの行かないんですよね。そうそうあれすごいですよね、本当に、うん、はい、あの上松マジックがいっぱい詰まってるでしょうね、うん、あれね、語りかけの口調が本当すごくて、はい、すごくてちょっと、ね、見習いたいというか習いたいですよね、本当にね、どうしてあんなことになるのかなって思う、うん、私なんでも大学生すぐどっか行っちゃうし寝ちゃうしもその一部でも欲しいなと思いますけどね、うん、はい、その後にやっぱ作業に移るので、うんうんうん、やっと作れるじゃないですけど、はいはい、もうみんな真剣に、うんうん、で大人の方も結構参加されてくださってて、うん、この機能はだからこう
大人ももう無言でやってるみたいな、はいはい、子供たちも真剣にしながら、うん、分からないところはこうお母さんとか、はい、私たちにこうどうしたらいいのって聞いて作っていって、はいはいはい、でも本当にすごいみんな器用で、うん、しっかり作ってくれて、あ、よかったですね、はい、あのちっちゃい方ですか、アルファ7で大きい、あ、大きいクラフトロケット、クラフトロケット、へー、もうクラフトロケットがどちらかというと、うん、こう作業も多いし、多い多い、やっぱちょっと難しいからこそ、はいはいはい、こう頑張って作って打ち上げるみたいな気持ちになれるかなと思って、うん、なるほど、私たちはそのクラフトロケットしか使ってない、あ、本当ですか、へー、ちょっと難しいですけど ね、 本当にね、年長さんだとうーって思うとこもあるかもしれないけど、うん、まあ、そこはお母さんと手伝ってあげて、そうです、そうです、うん、なるほど、なんかこうシールだった、お絵かきの時間、うんうん、ロケット完成した後にお絵かきをして自分だけのロケットを作るんですけど、うん、その時にこうシールとか貼りたいものとかも事前に持ってきていいですよっていうのをお伝えしたので、はいはい、こうアイアンマンとか、こう自分が好きなキャラクターとか、なるほど、ね、うん、シール貼って可愛くしたりとか、はいはいはい、自分だけのロケットを作ってくれました、うん、いいですね、はい、あの本当に子どもたちで作ら、あの自由に作ってもらうと独創的っていうか、うん、まあ、えっていうようなのがいっぱいできますもんね、本当に昨日はあのハートのシールを持ってきてる方がいたんですけど、はい、ハートを2つくっつけて、うん、なんかこう蝶々の羽にしてて、もう虫の絵をいっぱい描いてる子がいて、すっごい可愛くできてました、素晴らしい、素晴らしい、で運動場に行って打ち上げてですよね、で前期飛びました、飛んだ一発で、はい、一発で飛びました、お、本当すごいですね、はい、時々ね、あれ、あの火薬を入れ損なってね、飛ばないとかあるんですけど、一回なんか飛ばなくて、うん、一個飛ばなくて、うん、エンジンがこうちゃんとくっつけられてなかったので、もう一回やり直して飛ばして、あ、でも全部飛んでよかったです、ました、はい、で入江パパも多分手伝ってくれたんでしょう、あの人、そうです、風読みを、風読みでやってくれて、はい、よかったです、はい、じゃあ次は、あ、次はこれは私の話になるんですけど、あの前回この番組に出演してもらった笹村のぞみさんっていう方がいらっしゃって、この方が植松つとむさんをあの福岡大学に招いて、うん、で、あの講演会と、対談会をしたいということですることになりました。よろしくお願いします。はい、あのちょっと有料なんですけどね、また後でできますけど、はい、あのお申し込みはこちらからよろしくお願いいたします。はい、それで、まあ、なんでこういうことになったかっていうとですね、うん、次の写真が、これがですね、あの植松さん去年の何月だったかな、11月ぐらいに一回福岡大学に来てくれたんですよ、はい、それであの講演会を開いてくれたんですね、行きました、あ、そうか、はい、行きました、行きました、そうですよね、そうでした、そうでした、でその時に私の部屋に寄ってくれて、でその時にこの笹村さんという方はどういう方かっていうと、10年ぐらい前かな、はい、ちょっとこの世とさよならしようと思ってたんですね、この方がですね、うん、ちょっとでその時にそのさよならする方法を YouTube で探してたら植松さんの動画が出てきたんですね、あのテッドの動画、の、はいはい、それを見て号泣してやり直そうって思ったらしいですよね、すごいですよね、はい、でそれから10年間いつか私はあの植松さんを呼んで講演会を開きたいってずっと思ってたんですって、でその時に私とも知り合ってもらったんですけど、その時に私あの、うん、って講演会したいのって、お、あ、じゃあ副題すればいいじゃん、やろうやろうって気楽に言っちゃったんですよすごい、そしたらあの、でそのことを伝えなって言って、はい、あの笹村さんに来てもらって、あの講演会しませんかっていうことを言ったんですね、でこれで今度4月にやるんですけど、うんうん、ただ彼女にしてみたら10年間ものすごく思い続けた思いが現実になろうとしてるっていうことで、ものすごいプレッシャーだったみたいでそうで、いろいろと困ってることもあったんですけど、はい、まあみんなで協力して乗り越えて、うん、あ、この方あの腸活栄養士っていう方で、あのいろんなところでセミナーとかされてるんです、でその仲間がいっぱい手伝ってくれて、それで、はい、なんとか開催できそうです、よかったですね、よかったです、楽しみですね、はい、楽しみですね、はい、今回いらっしゃいます、私はちょっと難しいんですけど、さやか先生は行くって言って、あ、本当ですか、はい、あ、わかりました、皆さんと一緒に参加するみたいな、はい、あ、ありがとうございますよろしくお願いします、
はい、次何でしたっけ。あ、次は概要ですね。開催日程が4月の6日で、午後です。で、場所は福岡大学です。で、まあ、500人弱が入る教室、ね、はい、大きい教室でやろうとしています。で、まあ、住所はこちらになりますね。で、そのオンライン参加もできるようになってまして、 YouTube でも配信の予定です。で、まあ、アーカイブも後で参考いただいた方にお渡ししますということで、まあ、遠くからとか、あるいはちょっと都合が悪いっていう方はこれで見ていただいて参加していただければと思います。それで、次は料金、あ、料金はね、いろんな設定があるんですけども、はい、一番上松さんに言っといてって言われたらここです。高校生以下無料です、うん、ですからその若い方ですね、はい、にいろいろ聞いて、ね、ね、聞いていただきたいですよね。で、まあ、一般席は6000円、ちょっと高めですけど、学生さんは2000円、2000円、6000円でも価値はあると思うんですけどね。私は価値はあると思いますね。 YouTube の、うん、YouTube で見る方は料金は同じになります。で、あとチャリティー席っていうのを作っておりまして、うん、これはものすごくこの前の方で、もうそれ一番前ぐらいで、うん、上松さん見れますよっていうことで、ちょっとお高めなんですけど、これはなぜかっていうと、高校生以下の方に無料で聞いていただきたいからということで、うん、今現在ですね、どれぐらいだったかな、220人ぐらい、まだ余裕ありますので、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で、あ、それでね、その次の日、4月7日に、福岡大学でロケット教室もします。それで、この笹村さんが言ってくださったものすごくありがたいことがあって、今回ちょっと高めの料金設定なんですけど、はい、これはなぜかっていうと、収益は必要経費を除いてロケット教室に寄付しますと言ってくださってるんですよ。はいはい、それすごくありがたいですよね。ありがたいですね。うん、あれですもんね、ちゃんと場所借りてちゃんとやろうとしたら、どうしても1人4000円ぐらいですかね、うん、4000円ぐらいかかりますもんね、うん、かかりますよね。だからなるべく安くいいと思いますよね。だから全国の団体さん、いろんな補助金とか取られたり、うん、まあ、結構面倒だったりもするんですけど、うん、まあ、こういうありがたいお申し出がしてくださって、で私たち考えてるのは、どうしてもやっぱり本当に届けたい子どもたちに届ける、うん、ないといけないなと思ってて、そうするとどうしてもお金がないとか、そういったことになってしまうんですよね。で、さっきの入江さん、はい、入江さん児童養護施設にも関わられてて、うん、そこで飛ばそうと、いいですね、いいですよね、はい、うん、そんな風にしたいと思います。で、その時にね、入江さん言ってたら、そこにでかいロケットありますよ、これ、はい、これは、大体私の背の高さと同じぐらいあるんですけど、うん、これも飛ぶんですね。で、あ、言ってなかったですよね、このちっちゃいっていうか、その、小梅先生たちが飛ばしたロケット、これぐらい高かったですかね、これぐらいですね、はい、30センチぐらいのやつは、点火すると、0.3 秒で時速200キロでしたっけ、200キロかなになってシュッて上がるんですね。で、どれぐらいいくかっていうと、高度40メーターだから、16階建てビルの屋上に 2,3 秒でシュッて到達して、パラシュートパンって開いて、それで降りてくる。だから、それをみんなでウェーってダイレクトキャッチしに行くっていうやつですね、はいはい、で、このでかいのも実は同じだけ飛びます。あ、そうなんですね。40メートル飛ぶらしいです、まだ飛ばしたことないですけど、だからね、これを飛ばそうかなと、4月の7日はデモンストレーションですけど、はい、飛ばそうかな。迫力がありそう。ありそうですよね、うん、本当に。で、入江さんはこのロケットをその児童養護施設の子が卒業するときに飛ばしてあげたい、うん、いいですね、なんかみんなで、うん、これからの、そうですよね、ことを考えて飛ばしたりとか、はい、うわ、いいですね、はい、いいですね、夢は膨らむばかり、はい、という感じです。はい、あ、で、これが、あ、そうか、これはあれだ、4月7日用事があるんだっていう方は、3月の20、ごめんなさい、同じ日だ、あ、本当ですね、同じ、ごめんなさい、ちょっと私たちもロケット教室をやってしまいました。いえいえ、なので、大丈夫です。すみません、あ、そうなんですよ、だから、久留米だからですね、こっちは。あれ、だから福岡県って、実はロケット教室の団体さんが、多分5、6個あるんですよね。うん、
ね、あの保育士ロケットもあるし、あのこの昨日シールが貼ってあったの太宰府ロケット研究所っていう、うん、あの入江さんのもあるし、うちもあるしってこうあるんですよね。でね、その団体さんたち、私ちょっとなんかもうちょっと相談した方がいいんじゃないのと思うんですけど、うん、よく勝ち合うんですよね、うん、確かにで勝ち合ってしまいましたというロケット教室がこちらになります。保育士ロケッターさんは朝だったんですよ、確かね、はい、10時からですね、です、うん、だからうちはね1時半からだから、ダサイフからダーッと走ってきたらもしかしたら間に合うかもしれない。ということになります。はい、よろしくお願いします。以上かな。はい、そしたら最後、保育士ロケッターさん今後の活動とか、はい、ここさんもあの少しずつにはなるんですけど、うん、やっぱり子どもたちの可能性だったりとか、うん、自信が奪われないっていう社会を作っていくために、うん、私たち大人も夢を持って頑張っていきたいなって思っていますし、ロケットイベントを通して子どもたちにそのイベントで一つでも自信がついたらいいなって思っていますので、ぜひ参加されて梅松さんの思いも皆さんに、知らない方に届いていったらいいなって思ってます。そうですね、はいはい、我々広くロケットを通じて梅松さんの思いっていうのをまあ届けていけたらいいですよね、うん、はい、はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。さよなら。